い。クエストのためにビショップを使っているんです。はい、前にマレーシアのマオ選手と一緒にランクボケに調整したサタン、良好サタンビショップです。はい、まあ、今相性が一番悪いウィッチと当たってしまう、待って結構やばいかもしれないですね、これは。まあウィッチ相手だと、あ、これ多分ドレッツだよな、ドレッツ嫌だわ。超越だったらやばいっすね。あー、超越嫌だ。三枚知恵の光はちょっと反則でしょう。あれ無視されちゃった。超高速で、超高速で食べているんじゃないですか、超越。やばいよ、それ。まあ、守り手は周りにやれるので、それもちょっと嫌なんです、ね。でも、周りに使おうと、まあ、手札が溢れるので、ちょっと微妙な感じがしますね、相手も。導き、ましたね。あ、4点か。まあ、フォロワーがいない分マシだと思うけど、まあ、しちゃおう。これで決めます。しちゃおう。心よりの願い、我が願い、聞き届けたまえ。まあ、ビッチやりだと4個あまり意味ないっすね。今の手札が全盛りだりして。驚いたわね。前名のは無理で。まあ、相手も、ちょっと、あれなんで、運命が入っているのみたいな感じになっちゃったんだけど。はい。画面点ですね。フォロワーにはダメージを与えられません。相手も、まあ、ダメージのために使っているわけじゃないので、多分、溜めていると思うんですよね、超越が。結構、溜めているんじゃないですかね。超越多分、0に近い病気にしているんじゃないかと思いますけど、ここはヒーリングで、まあ、進化で、また、ガンガン顔面に殴ります。まあ、このデッキは、前よりは、もともとゲーム合いで、公開されていたリスト用と比べれば、まあ、ちょっとコストが避けているという感じになりますね。なぜかというと、コストが高めに入れていれば、事故な可能性が高い、上に、まあ、ウィッチと当たると、まあ、攻めきれないという感じが、すごくあるんですね。はい、顔面ですね。守り手が結構やかいということが分かりました。はい、ありがとうございました。結構な、まあ、相手も結構溜まっているんですけど、多分フレームディストロイヤーが来ていないので、まあ負けですね。はい。で、まあ今回は英語じゃなくて日本語で動画を撮らせていただくので、初めましてという方も多いかもしれないんですけど、はい、これは、
まあ、本来は、まあ、記憶が正しければ、まあ、多分あのアグノムさんが使ってあのゲミアエハイのチーム対抗性で使っているサタン横サタンビショップ の, あのちょっと調整したものです。はい、あの前の横サタンと比べると、まあ、ドローソースが新しいカードの中でヒールとドローを両方できるこのエンジェルとあの聖水があの一番大事じゃないかと私は思いましたね。それにユニコーンがあのこのデッキにおいてとっても大事なあの時間稼ぎの鍵になっているんですね。特にあのアグロヴァンパイアとかと戦っている時に、まあ、一番強いんじゃないかと私は思いましたね。でエンジェルとあの陽光の相性が抜群ですし、僧侶自体もまああのムーンミラージもあの全体にあの守護を与えることができるので、まあ、結構強いんだけど強いんですね。まあジャンヌとサタンももちろんあの守護になれるので、まあ前半はどう戦うかが大事になっちゃうんですよね。で、あの、まあ、一番のドローソース。あの、陽光ビショップはね、あの、悪い打ち合わせがいっぱいあるんじゃないですか。あの、まあ、悪いマッチアップがいっぱいあるんじゃないですか。で、まあ、さっきみたいに、運命を使ったことで、まあ、手札を一回して、まあ、有利とは言わないんですけど、まあ、せめて、戦えるようになるんじゃないかと私はまあすでに思っているんですよね。これもまあ結構大事なあのピン刺しに値する価値がまあ結構あるカードだと思います。はい、まあこんな感じなデッキですけど、まあポイントとしては、まあ、相手にとっては要項が出されるまで多分エレナだと思いますよね。まあ、祈りが来ていないと勘違いして、まあ、盤面を取ることが多い。なぜかというと、まあ、祈りが来た時にもし盤面にまだ他のフォロワーがいれば、まあ、結構厄介なことになっちゃうので、まあ、対策としては、まあ、できる限り有利なトレードをしつつ、まあ、顔面に行くというのは、まあ、いつも使っている作法なんですが、まあ、エラーの祈りは、まあ、デッキの中に全然いなくてですね、まあ、その分エスキューションとか、まあ、さっきみたいにエスキューションとかジャンヌとかでまあいろんなピン刺しができるので、まあ結構面白いデッキだと思いますので、まあ、機会があったら、まあ、ぜひ使ってみてください。ランクマッチに向いてないだと思いますけど、まあ、できる限りの挑戦はしたつもりなので、まあ、何か改善するところがあればぜひ教えてくれれば嬉しいと思います。はい、じゃあ次の動画は多分英語を使って撮るのでまあまた、まあ、興味がある方は、まあ、コメント欄でこのビデオを支持していけたら、まあ次回も機会があったら、まあ、日本語で皆とちょっと自分が調整したデッキを紹介していきたいと思います。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。